これあの全人類買ってくださいっていうバルトロにめっちゃ似てるよ、うん、似てる。ワイルドシングスはちゃんとしたダム使ってんのに、うん、コスパいいね。ハッピージャケット名前も可愛いねあ、これ知らんな。なんでこうなるんやろうな。はい、本日はですねオッシュマンズさんの甲子園に、伺わせていただいております。なんと新店ということで、できてまだあの新しいみたいなんですけどね、どんどん見ていきたいなと思いますので見ていきましょう。早速、言うてたレッドランシリーズですね、こちらが。うーん、わお、いいね。これあの全人類買ってくださいっていう。あ、へえ。めちゃくちゃいいから。それいいよね。これいい。アルパインライトパンツの冬場みたいな、うんうん、これ俺持ってるやつなんやけど、これいいですよね。で、レッドランシリーズのアウターが俺どんなんか知らんかってんけど、こんな感じなんやな。これもともとランニング系なんやけど、うん、すごい着やすいのよ。俺これのグローブも持ってんねん、あのカーキのやつ、うん、あれこのシリーズやねん。うーん、あ、ここにもありますね。ね、グローブたくさんある。ナイキとかもあるし、うん、すごっ。じゃあここ見ていきますか。なんかノースペースって一瞬回ってな、うん、ランニング系、うん、結構よくない？うーん、細くて、うん、機能的でみたいな。わかんない、ランニングしないから。まあ俺もランニングせえへんけど、うん、結構いいのよ。うん、ほら、オンの洋服ですな。あら、いいじゃん、反射板がついて。で、ランニングする人はここにさ、うん、スマホ入れる。ああ、いいね。それ欲しいな。これちなみにレッドランシリーズにありございますので、あ、はい。あの、ノンセンスの方にもございます。はい。今回、オンのスニーカーもね、ちょっと見ていきたいということなんですけども。あ、ここはナイキとかね。うんうん、ここランニングシリーズが固まってるわ。ランニングする人にはたまらんね。そしてこちらがね、スブですね。はい、スブが貼って、これも人気よね、サロモン。サロモン、へえ。スニーカー初めて聞いた。これゴアテックスやねんけど16,000。安っ、まあ、安っってことないけど、ちょっとゴアテックスで、うん、普通ゴアテックス他とかで言ったら3万とか、うん、これ考えたらめちゃくちゃ安い、ね、うん、めちゃくちゃいいじゃん。そう、サロモンね、うん、いいんじゃない。履かせていただいてますけど。え、それは何？これあのオンね。あのこの後ガーデンズの方も行かせていただきますので、うん、スニーカー大好き店長さんとも会うのでこれちょっと入ってます。ちょっとトレッキング系なんかな、この辺は登山っぽいような感じっていうか。あ、そしてオンもありますよ、こちら。お、本当だ。ネットで見たやつや。これネットで見たやつ？あ、違う、ちょっと違う。ちょっと違う？うん。以上、今回ね、嫁蔵さんはあのスニーカー狙ってるんだな。はい、のおねだりをしようと思います。で、ホカーもここにあって、やっぱホカーのこの辺りか。うんうん、やっぱこれは3万2000円です、ね、あー、するね。使ってるやつでも履き心地いいんでしょ、クッション性が。いいよ、ホカーかオンがいいんちゃうかな、うん、って俺は思うんやけど。うん、買ってよかったシリーズで視聴者さんから多かったのが、うん、ニューバランスも結構あった。あ、ニューバランスいいよね、可愛いよね。これかな、ポリア 990V6 っていうかな、なんかこの辺りがなすごい、良かったっていう人多かった。うーん、何人かおったんだから。まあ何でもなんか忘れるもんね、うん、ニューバランスだと。でもその中でもこれはなんか特にメイドイン USA でちょっと違うのよ、シリーズが。へえ、この一番端っこのやつ好き。これ、うん、メイドイン USA だね、これも。そのとこデカデカと書いてあるんだ、メイドインって、うん、こういうポテッとしたスニーカー似合わんのよ。なんか軍物とか着てる人が履いてるイメージ。あー、確かに。そしてこの辺はノースフェイスのパンツとかグラミチ。グラミチ、グラミチか、うん、フリースね。ノース多いね、うん、ノースとパタゴニアだらけや。あ、これ見たことないね、このロゴが同色で。いいね。クラッシュズ、ちょっと英語読めませんか。あ、中にな、うん、インナーが入ってんねや。すでにセッティングされてんの。ほらね。で、これ外すこともできますよっていう。このシリーズ知らんな。勉強不足ですね。ちょっと最近正直覚えてません、申し訳ない。でなり、あ、でなり、なんか柄がやっぱ毎年違うんだね。うん、カモフラがね。うん、
いっぱいあるね。これ見たら自分のオフィスかなと思う。確かに。なんか同じやつあるから。これもあるしやな、これもあるしやな、これもあるしやな、これもあるしやな。可愛らしいね、これ首元に、うん、なんか缶コーヒー飲んでそう、それ着て。すごいモコモコだね。もうで中綿かなと思ったらダウンやん、これ。あ、なんか最近じゃないですかな、アルテレーションセアラジャケット合ってるかしら。パーカーもいっぱいあるね。見て、これバルトロっぽいんやけど、これまたちょっと違う。お、いいね、それも黒くて。これ初めてちゃんと生で見たわ。うん、後で着てみますか。うん、まあ今着てみる。うん、今着てみたら。 M、L？ これ L です。 L？ でかっ。これって新しい新作のやつですか。今年の新しい。あ、ですよね。はい、一番。店長さんです。すいません、お願いします。小山店長です。はい、よろしくお願いします。お願いします。もともとガーデンズいてはったみたいで。ああ、そうなの。そっからこっちで。へえ。住み子で見てます。あ、そうだ。先生、今日はよろしくお願いします。お願いします。新作なんですね。フードありとフードなし2つ。あ、フードなしもあるし、はい、いいね、ノースのロゴが下げり言えない。うん、一周してもらっていいですか。確かに腕のところはすごいね。バルトロにめっちゃ似てるよ。うん、似てる。バルトロに似てますよね。バルトロのちょっとファッション寄りみたいな。あ、へぇ、フードなし、クラシック。うんうんうん、ほんとだ。そっちもちょっと着てみてもいいですか。はい、すいません。あ、ちょっとボリュームダウンした。この辺すごいわ。あ、そうなの。見てる感じはどう。見てる感じ、え、ボリューム減ったかなと思ったけど、そんなことないんか。うん、これ映像でわかるかな。なんかちょっとマットな感じってよ。普通のバルトロとかってさ、もっとシャカシャカしてるやん。あのさ、私が持ってるパンツみたいじゃない。あ、バーサタイル。うん、確かにバーサタイルのパンツみたいな感じ。ナイロンやけど、こうマットな感じだね。うん、これ知ってる。ウィンドストッパー、うん、なんだろうね。これゴアテックスやね。あ、そうなの。ゴアテックスのよりこうマチ向きというか。ちょっとロゴが後ろシンプルだわ。背中に何もない、ツルンとしてる。うん、で、首元。あ、首元にノースなんだ。うん、今着てるのが XL やからちょっと大きいかもしれない。あ、そうだね。では他行きましょう。はい。あ、体温もよく見えへん、これ。ん、あ、見る見るよな。ほら見て、ダジャレも入ってるわけよ。体温のカタカナで体温と、うん、あ、それがもう正式的なロゴなんだ。そうなんです。へえ。あんまりなんか興味はそそられてなさそうですけど。でも結構人気あんのよ。へえ。ちゃんとしたダウン使ってんのに、うん、コスパいいね。1万以下とかで買えたりとか。確かに可愛いもんね、色味も、うん、アースカラーといいますか、くすみが。例えばさ、こんなんとかやったらさ、うん、中に合わせれるやん。うんうん、マンステンパーカーに合わせるみたいな、うん、それいいね。うん、で大体そうしたらさ、お値段ちょっとお高いんでしょと思うやろ。うん、おいくらだと思う。25,000円。よく上に言った、よく言う、上に言いました。これ1万円出す。安っ。消費税で1万1,000円。しかもこれ見て、800フィルパーのやつ使ってますよって。あの、ちなみに、うん、これ俺の動画で事前学習してないかな。何も知らない。してないよね。これあのレビューしてます。あ、そうなんだ。じゃあオフィスにあるんだね。あるね。あ、ごめんね、何も知らない。いっぱいあるから分からんもんな。そうそうそう。で、あのパタゴニアのさ、うん、50周年シリーズ、うんうん、前行かしてもらった時、うん、新宿やったっけ。うん、あ、ニックサゴダマガワや、うん、で、チラッと見たけど、タグがちょっと違うやつ、うん、あ、もう すごい人気ですぐなくなってる。へえ。私さ、あそこの福井のとこでも可愛くて欲しいって言ってたじゃん、ザ・ゲート。うん、もうあんなもすぐなくなってる。もうない。買っとけばよかったね。欲しい時が買い替え時よ。あ、これですよ。ああ、それね、うん、うんうん、これワックスドコットンやから、バブワー的な感じで。ふーん、見た感じからバブワーっぽいや。確かに今年ね、バブワーみたいなやつ流行ってんの。バブワーの時代に来た。ミリタリーが流行ってるらしい、うん、へえ。その業界の人じゃないからわからないけど、もう何の業界かって言われたらちょっとよくわからないんです。確かに、こんだけファッションはといて。これ何、オバイルドシングスは少しまず別注です。あ、別注なんですか。はい、へえ。これパタゴニアもオイルド、はい、あの出たんですね、こんなん。あ、そうです。昔あの魚の油をこう抜いて。あ、魚なんですね。弾いてたのをこう、はい、復刻でやります。へえ。まあ油でやって。あ、そうなんですね。へえ、環境に SDGs な。
色カラーはこのカーキみたいなカラーネイビーの、あネイビーもあるんですか。まだバブワーよりベトベトしてる感じないですよね。うーん、これワイルドシングスって言ったらデナリジャケットですよね。デナリじゃないですか、これハッピージャケット。ハッピージャケット、ハッピージャケット、エクワックス的な。あ、それが元になって、あ、なるほど、似てますもんね。だけど短いタイプと、その裏に長いロスターパーカー。あ、裏にありますね、はい、へー、あ、ほんまや、あ長、これ須田正樹系やな。ハッピーパーカーってなんか名前がいいよね。マックだね。これエクワックスに似せてんねんて。エクワックスってあの黒のやつ。そうそうそう、似てる、似てるよな、すごい似てる。これ中綿なのかな、中綿でさ、へー、ほんま一緒っちゃ一緒やな。人工の綿入ってるから洗濯とかできないよ。ダウンは羽ってことか。ダウンはね、水鳥、生き物の綿やけど、これは人工で作ってるポリエステル、だからペットボトルとかの再利用したりとかできんねんけど、それを洗えるのよ、洗ってもちっちゃくならんねん。この話はね、レビューでしょ、はい、昨日もラーメン屋であのダウンの人ですよねって店主に言われたけど、そういうのをみんな聞いてくれてる。あとね、この間買い物行かせていただきましたけども、あ、ナンガさんね、今年バージョン新作のナンガですね。やっぱ色綺麗だね、うん、この色ではないけどな、買ったやつは、うんうん、こういうのとかもね、あ見たね、なんかカーディガンね、今年のやつ入れたもんな、はいはい、あフリースも可愛いじゃん、やんちゃだね、めっちゃ揃ってるよな、うん、ちょっと白やから僕無理かもしれないけど行ってみましょう一回。あ、近寄りたくない、ダメ、近寄りたくない、ダメか、似合う人は似合うんやけどな。これもう焼かへん、パタゴニアが意図してない生き方になってる、これダメだ、ヒゲ生やして黒髪で、うん、ワイルドなおじさんとか着るのはかっこいい、あ40代とかで、はい、でもこういう柄は好きやねんけどな、うん、柄はいいんだけどね。 あとパタゴニアね、パタゴニアそんなダウンあるんだ、もう初めて知った。なんかユニクロのシームレスダウンに似てるよな、あーシームレスやし、ほんとだね、うん、あとこれはヌプシのフードアリーですね。ヌプシも今いろんなタイプ出てるから、あのコーデュロイとか、うんうん、素材が違うかったりレザーやったりビレイヤ ー、 おーすごいな、よかった、うん、もしかしたら雇ってもらえるかもしれない、おこの2つがしかない全然これは、あこれ知らんな、すごい派手派手、ノーティーカラー、本気の限定カラー、ちょっと一回ハモらせてもらって、うんうん、ありがとうございます、はい、もしかしたらノーセンスが意図してない生き方になっちゃうんですけどダメか、チャラいな、なんでこうなるんやろうな。でもいいねやっぱ、うん、色は綺麗ね、毎年こんな感じで限定のやつ出てます、そう毎年のベルティーが、うん、裏もすごい、明細だけっていうイメージだったんですけど、ちょっとシーズンで色が、ああやっぱ違う、ちょっと今のところデナーリーじゃなくてハッピージャケット、うん、カースこれからちょっと迷ってる、ハッピージャケットって言ったんか、ハッピージャケットでしたっけ、あそうですそうですそうです、ハッピージャケット、ハッピージャケット、ハッピーナゲットって聞こえてさ、だからジャケット、ね、めっちゃマックと思った、こっちの方見させていただきましょう、あバルトルも下にあった、あれこれは、ね、あこれ、お私のおすすめしてるやつよね、うん、絶対これいいですよと、ヌップしかもやったらこれめっちゃおすすめですよって言った、うん、これマジでいい、この間韓国でもこれ着てた、韓国はこれじゃない、韓国バルトロ着てった、着てたやな、全然いらんかったバルトロ、韓国の時はこれでいったわけ、これそうだね、これノベルティ可愛かったのにな、残念、まあ、似合わんかったら知らない、うん、でも可愛いよねこんなもん、うん、でメガネかけてさ、あちょっと一回トライしてみるか、でいいですかこれ、すいません、あ違うわ、あ違った違った、踊る大捜査線か切られちゃった、顔隠してもらっていい、うん、青山とかさ、大観山とか、うん、でロン毛の人とか着てほしいな、かっこいいね、竹野さん、大きい声、はい、サイズ上げてきた方が、あ、ダボっと、なるほど、あ、じゃあ一回その店長さんを言ってくれてみたいにって言ってもらって、似合わないかもしれない、今のサイズでダボですか、これ、今の M、 これがじゃあ正解ですか、これが L、 あ、L、 はい、なるほど、そういうことで、パンツもダボっとさした方がいいですもんね、ほんまやったらね、
かっこいい。確かに。ちょっとまだ先よりはいいかもしれないですね。これで大会山とかおったらあれなんか西成おったらそれはそれで装備してくるし難しいよね。あ、確かにこういうちょっとゆとりある感じのっておしゃれですもんね。あ、キムニガマ、ブルータマ。ちょっと僕は似合わんかったけど、でも確かに店長さんおっしゃってもらったみたいに上の方がいいかもしれない。確かにね、ワンサイズでかい方がかっこいいかも。なんか髪の毛、特徴的な髪の毛した方がいいんじゃん。ロン毛とか、あ、カツラかぶる、フォローしてパッツンとかで黒髪とか、あ、なんかイテリアン、ヒゲ生やしてみたいな。これ、はい、モンスターパーカー。あ、モンスターパーカー、名前が違うんですね、また。さっきの短い方がハッピーなんです。なるほど。あ、すいません。これもちょっと大きいかな。まだこっちの方がしっくりきてるな。うんうんうん。これでもサイズ今これだけですかね。ちょっとまあ店長さんに調べてもらってる間にレディースとかキッズも見ますか。うちの一番取り扱い大きいのが L で、これが最大です。うん、もう一個ちっちゃいのだよ。もう一個ちっちゃいのもあります。あ、ありますか。はい、ちょっとそれ一回着てみてもいいですかね。はい、あ、すいません、あ、すいません、ありがとうございます。あ、でもサイズこれなんかな。かっこいいじゃん。うん、サイズあった、ぴったり。うん、ぴったしや。へ、ハッピージャケット、名前も可愛いもんな。うんうん、あ、手ぶらで。あ、ほんまですね。でかー。へー。うんうん、今ぐらいでもいいし、みたいな。へー、これいいんじゃん、かっこよくて。じゃあこれしたいなと思います。ワイルドシングス持ってなかったんで。はい、それでお願いします。あ、体温ここにもある。へー、ほんとだ。これ多分な、これこそマジでほんまに1着持っててもいいんちゃうかな。値段ベストとかやったらほんまに安いねん。4,950円とか。でしかもほんまのダウンやから、うんうん、あったかいしいいね。ただまあクリーニング出すときにクリーニングで大体1500円とか2000円かかるやん。うん、3シーズン出したらクリーニングの方が高い。これデメリットあるんですけど。確かに。でもさ、皮脂汚れすごいって言ってたじゃん、首元。まあね、だからクリーニングは出した方がいいか、もしくは自分で洗えるんやったら洗った方がいいと思うけど。かわいいね、スウェットとか。ほんとかわいいね。これほんま今日このシリーズ着てこようと思ってて。あ、そう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 。この後見てもらうけど、マウンテンバーサーマイク着てるけど。マウンテンバーサーマイクロ。あ、ルプシのレディースの方あるで。この可愛いが。もう段は私はいらない。そうなの。ついついついあの YouTube の脳みそになってたわ。ダウンな。私は意味ないから買っても。これ可愛いやん。ね、これ可愛いね。絶対似合うやん。ね、似合う色だわ。ピンク。でもね、韓国行ったじゃん。ああ、そんな感じだ。あ、ホワイトレーベルね、韓国の。あ、レディースも女子も体温あるわ。へえ。かわいいね。私いい、そうやつ似合わんかったもんね。うん、まあ、嫁蔵さんはちょっとこの色は似合わへんからあれやけど。色もだし、そういうムチムチなんていう、そういうなんかやつ似合わなかった。韓国しか似合うもんな。逆にそれが隠れる人もいてんだけどな、体型が。うん、あ、かわいい。あ、かわいいね。ちっちゃい。こんなんどうせなくすんやろな、すくら、うん、片方ないとか言って。なくすのが仕事。キャプンと一緒や。そうやね、すぐなくなるっすか。なんか見るのある？大丈夫？そうね、娘とかで言ったらこんな着させたいな。これ着させて俺もヌプシ着たいな。おー、いいじゃん、親子コーデ。いいじゃん。で、リュックとかあってって感じですね。てか、アウターの数多くない？やっぱりさ、今年まだやっぱそんなめっちゃ寒くないからさ、みんな買うのが遅いんじゃない？見たことないアウターいっぱいあったな。ねえ、あのノースのやつは買うの？いや、どうしようか迷ってんのよ。それもノースのやつもいいしやな、うん、やっぱ気になるのこのヌプシの名前気になんねんけど、似合わんかったからね。サイズも合わなかったんでしょ。
いやサイズは XL やったから別にいけんことはないの、ね、よ。あ、そう、このフリースだね。ね、パタゴニアに頼むから着やんといてくれって言われてるフリース。今ガーデンズの人もう一人、僕同い年の方もなんかずっと見てくれてる方いらっしゃる。はい、ありがとうございます。オシマンズさん様々や。ねえ、でもね、話めっちゃ変わるけどさ、めっちゃ岸くんに似てない？キンプリの？うん。言われません？でも店長さんももしかしたらこの見てくれてる人で視聴者さんで、あのガーデンズの昔してたら、あ、スタッフやったけどそういや店長なってんなってなりますよね。同じような感じやん。確かに。ステップアップ。すみません、お忙しいところ時間取ってもらってありがとうございます。ありがとうございました。はい、それでは買ってきました。今回ちょっとまあノースかパタゴニアかなみたいな感じで、まあなんかいい意味でそんな期待してなかったに失礼じゃないんだけどな。だけどめっちゃ数あるから、あ、ワイルドシングスもうわ欲しいと思ってたから、このタイミングで無事買えてよかったなと。あ、だから買ったのはワイルドシングスです。近々レビューすると思うので見ていただければなっていうのと、年末年始が、休まず営業されてるみたいなんで、多分このララポート自体がそうやと思うんですけど、まあ、もし近くの方とか、来ていただいたり、それこそ僕ら今からガーデンズに行くんですけど、そういうなんていうのはしごの仕方もいいと思うので、ララポートで一回ちょっ と、店長のところでジャブ打っといて、よ店長になったななんて言いながら次はガーデンズに行くっていうのもねいいかなと思いますので、一旦ここはこれで終わりだなと。本日はララポート甲子園の押島さんに行かせてもらったという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。はい、それではね、ガーデンズの方にワープしてきました。またこんな流行りそうですね、これ。鉄道の車庫から、アパレルブランドができたっていい感じ。うん、これ知ってんねん。デザートも出てきてんの、かわいい。